こんばんは。ありがとうございます。お疲れも、ハートも、ソフトクリームも、食べてもありがとうこんばんは、中村です。お疲れ様です。帰ってきました。猫ありがとう。7周年ツアー、山口でした。今日は本当にありがとうございました。ありがとう。ピーティー、すごいソフトクリームめっちゃもらう。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。こんばんは。結婚してありがとう。めっちゃお腹すいた。楽しかった。ありがとう。私も楽しかったですありがとうございましたきょうは開演前に瓦そばを食べたんですけど、そう、もう踊ったのでまたお腹が空きました。瓦そば食べました。なんかケータリングであって、クリームうま、ありがとうございます。なくなった。リコチ、そう、今日本当に嘘みたいなことが起きて、STU48 のライブでリコチが瓦そば作ったんですよ。なんか花道あるんですけど、その花道で瓦そば作って、で曲2曲披露してる間にリコチは割烹着着て瓦そば作ったんですよ。もうびっくり、本当にそう、ライブ中に、だから最初の2曲、最初2曲披露するんですけど、その2曲中にほんとオーバーチュアでも出てきて、いきなりで瓦そば作って、で2曲終わる頃には完成みたいな。会場に匂い漂ってました。いや、もうリハの時からすごかった。リハでも作ってたんですよ。リハも入念にリハをして、でまず瓦そばがちゃんとできるか、丸々そうやってみますみたいな。で2曲リハして瓦そばの、そしたら本当にできてそう、いや、すごかったですよ。多分下手で作ってたんですけど、下手の人はもうすごい油そばじゃないや、なんだっけ、瓦そば、やばいやばい、瓦そばの香りがしてたと思う油そばじゃなかったやばい、食べたすぎて油そばって言っちゃったありがとうございます。だるまもありがとう。いいよ、ありがとう。いやいや、違うんですよ。瓦そばって茶そばをなんか焼くんですよね。パリパリにちょっと焼くんですよ、油で。だからまあ油そばみたいなそう、え、そうそうそう、本当に焼くんよ。なんかね、表面パリパリにして、え、ちゃんとね、瓦に乗ってましたよ、リコチ作ったやつ。すごかったです。瓦が用意されてて、食べたことない、え、美味しいよ、食べてみて。そう、
瓦で焼いとるっていうか、瓦で焼いとんかな。いや、わからん。なんかお店とかで出てくるやつはそうかもしれんけど。猫、ありがとう。2曲分で作れるか。いや、なんか多分もう3分クッキング並みにいっぱい、もう処理をいっぱい済ませて、こう何ですか、工程省けるものは全部、省くってじゃないな、最初に済ませれるものは全部、下処理じゃないけどいっぱい済ませといて、でもあとはもう焼いてみたいな多分状態にしてて、そうそう、フライパン温めてたのかな、フライパンかな、ゴールデンボンバー。いや、私もね、それね、感じました。リハやってから、うわ、ゴールデンボンバーさんみたいな。ゴールデンボンバーさんってなんか、曲中になんかやるイメージあるんですけど、いろんなこと。いや、なんか、ね、すごい感じました。似たものを。ありがとう。でさ、みんながさ、今日さ、その、山口で瓦そばを焼いたからさ、みんなが、え、なんか、え、もしかして徳島は徳島ラーメンなんですかってみんなが、え、なんかあるんですかって。次徳島なんですよ、6月1日。さすがに。いや、イレギュラーすぎてね、ちょっと。ありがとう。阿波踊り。急に、急な阿波踊り。徳島ラーメン、え、食べたい。徳島ラーメンめっちゃ美味しい。ごめんして、ありがとう。普通に食べに行きたい。徳島はさ、2公演なんですよ、昼と夜で。これはワンチャン前乗りして食べれるかなみたいな思ったんですけど、むくむかな。食べたい、徳島ラーメン。生卵が入ってんの。やばい、めっちゃお腹すいた。うー、ありがとう。船で行きますか。うん、多分バス、私たちはどこまででもバスで行きます。バスツアー、バス旅。ありがとうございます。でもさ、前乗りしないってさすがにだよね。朝5時とかに出んといけんかもしれない。次は6月1日、そして6月2日、岡山で終わりです。あと残すところ3公演になりました。ね、あっという間な感じです。本当に生ソフトクリームありがとう。ね、本当にあっという間ですけど。待ってます。
の周年ツアー楽しいですよ。あの今日は千穂ちゃんと短日植物披露しました。2回目かな。ズンチャ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 ン喉がガラガラ。メイキューの写真たくさんの人から見て、いやねーめっちゃねー見てるんですけど、で私もなんかさ載せたいんだけどね、自分の SNS 選びきれてなさすぎて載せれない。まだ載せてない。載せたい。拝借うんうんうん。喉、いやなんかねここ数日ずっと出してたから声、うん、喉は意外が、本当にありがとうございます。そう、じっくり見させていただきます。ハッシュタグカメコ STU。 え、待って待って、ちょっとね昨日のね余韻はねまだね残ってますよ。なんかねそう昨日までいたはずのココアさんが今日はツアー出てなくて、本当になんかわーってなりましたね。昨日お姉ちゃん来てた、お姉ちゃん来てたよ昨日。ココアさんの最後のそう壮行会もあるから見たいって言って来てましたよ。なんかで昨日は家帰って、そしたら帰った瞬間に、まあ、お姉ちゃんが先帰ってたんですけど、帰った瞬間に悲しいって言ってました。悲しいって。クリームありがとう。ここあのロゴがかっこよかった。え、なんかあれカープ風なんですかね。てかなんかさ、あの昨日のさアンコール、え、なんかめっちゃなんか野球、野球だったよねアンコール。私ちょっとよく分かってないけど、なんかパン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 みたいな、なんかなんか難しそうなやつやってた、アンコール。
球場だった。え、でもさ、野球分かんなかったら結構あれですよね、難しい。私なんかそう裏で聞いてて、え、何これってなって、なんかいつものアンコールじゃないと思って、独特、え、すごかった。カープの応援風、広島の人はわかる。ひー、待って、広島に住んで6年経ってもう7年目ですが、わかりません。覚えた。すごい、あのあれだよ、みんなはあれなんだよ、鍛えられてんだよ、すぐコールとかできちゃうし、なんかすぐなんかできちゃうじゃん、すぐに周りになんかもう空気をさ一緒になってさできるじゃん、みんななんか本当に鍛えられてる、みんなすごいんだよ、なんかでもそうよ、ありがとうございます、マジで。オリーブドレモンのペンライトもマジで本当に、知らない曲でもなんとなくコール、え、そうだよね、オリーブ、いやオリーブとレモンむずいよ、オーリーブレモン、だってオリーブ隊はオーリーブだもん結構厳しいものがあるよ、むずいよ最初で。愛の重さいい、嬉しいです、リード曲。あのこういうこれなんかあの歌詞にリーフって出てくるんだけど、このリーフがあるの、リーフっていう振りがあるの葉っぱの音を聞くみたいな振りがあります。あとは天秤、気持ちなんかどう違う思いとか不客観的判断できないよ、心は見えないから口を塞ぐところが印象的、感想じゃない、 D メロですね、天秤よく出てきます、1サビの時も出てくる、しびれし、あこうですよ、わあこれもうクリエイトさんのフリって感じがすごいする、好きまいちゃん殴られるふりあるよね、私殴られるふりないんだけど、どこだろう、どこかな、心がしびれ、心がしびれるくらい、最後の方みんなにグー、
縁のところかな、殴られてはないんですけど。カジバ、私カジバのバカ力も好きだよ。カジバのバカ力からさ、あそこはみんなでギュッとなって、もう待って、殴られるふり、そういうふりじゃないんだけどな。違うんだけどね。口を押さえるところはね、どんな涙って拭ってあげるよ、人を愛すその言葉は限りなく重いのとこだ。2番のサビの後ですね。ありがとう。ありがとう。ここの振りでも好きです。そう、振り入れの時にちょっと なかなか苦戦しましたけども、めっちゃ好きです。ありがとうございます。めちゃめちゃありがとう、猫ちゃん。愛の重さね、なんかやらなかった時あるんですよね。だから毎公演ちょっとずつ瀬取りが違っててね。いや、そうなんですよね。そうなのよ。言ってない公演あります。2週間、でもなんかさ、2週間、 MV 公開まで2週間って考えたら、岡山までもう2週間なんだね。なんか割と2週間って空く、ちょっと期間が空きますね。衣装もね結構ガラリと変わってます。ありがとう。そう、なんか新曲でもまだやってないやつある。私も見てません。26花だれそう、生誕祭ですね。千穂ちゃんとあかりんさんと2人生誕祭がある。ありがとう。今日ね、本当にね、事件が起きたんですけどね。バスで行って、でそしたら
気づいたらもう山口にいたんですけど、マネージャーさんがもうパパ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 ってすごい肩を叩いて私を起こしてくれたんですけど、バッて起きたらバスに誰もいなくって、でいたのは私と千穂ちゃんとマヒナさん3人だけで取り残されてて、あとはみんなもう楽屋の中入ってて、私たちはいつまで経っても降りてこなくって、バスからマネージャーさんが起こしに来たんですよ。で私はもう新幹線で寝過ごしたことをすごい思い出して、でなって終点、いや私が終点なんですけど、もう3人とも爆睡して全然起きなかったらしくて、でもうマネージャーさんももうなんか本当に降りてくださいみたいな感じで、なんかちょっとなんで降りないんですかって感じの、もうちょっと降りてもらっていいですかって感じで、私たちいつまでも乗ってるみたいななっちゃって、で私は私窓側に座ってたんですよ。私マヒナさんでこう横2列に座ってて、私が窓側だったんですけど、マヒナさんが一向に動かなくって、でなんか降りてくださいって言われたから私降りようとしてたんですけど、マヒナさんがずっとおなんか何ももう動かなくて、もうピクリともしなくって、でマヒナさんマヒナさんって言ったらなんか口だけ動かして、やばい私今体が動かない、金縛り金縛りって言って、もう本当に金縛りになってて、マヒナさんがずっともう動けないんですよ一個も。で私もうえっってなって、でこうもう力ずくで私がマヒナさんをグワーンってグワンガンガンガンってして、で起きてくださいって幽体離脱はしてないけど金縛りになっててずっと、そうでそうもうマヒナさんがずっと怖い怖いって言いながら、そう金縛りでもなったことなかったんかな、わからん、マヒナさん多分めっちゃ怖がっとったんよ。もうね本当に深くないんか金縛りの時点で、あんまりなんか浅い睡眠なんかな、わからん、でも起きられない睡眠にそうかかってて、もううなされてたよマヒナさん、やばかったって、ありがとう、ありがとう、本当にね今日はねすごいねびっくりしましたね。めっちゃ口開けて寝てた、本当になんかこう寝てて、開いてたわみたいな、起きた時に口が開いててそれに気づくみたいな、爆睡してた。金縛りになったことある？私も金縛りのプロだからさ、もう本当にマジでプロフェッショナル。あ、ピンキーありがとう。やばいよ本当に。しかも私金縛り楽しめるタイプの人だから、もう金縛りになりすぎて、なんか鍛えられたんですよねマジで。本当に一時期金縛りがめっちゃ楽しい時期があって、なんか。毎日なってたんですけど金縛りに、まあ、多分取り憑かれてたんですよねなんかに、で毎日なってて、そしたらなんかこう金縛りって大体来る前の感覚で分かるんですよね、あーこれ金縛りになるなみたいな感覚が分かるんですよ、もうこうベッドに入った時とかに、でうわこれ来る来る来る、あー来る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 、あーこれ来たーみたいな、今来たー金縛り来たーみたいな、マジで楽しめるぐらいの金縛りプロ上級者、練習したらできるようになるの。それなんかあれだよね、
練習したらできるようになるの知ってますかみたいなセリフない、あの3期生の曲幽体離脱じゃないのそれ。金縛りも練習したらできるのかな。すごいよ金縛り。ありがとうございます。なんかでも怖い金縛りと怖くない金縛りがある。なんか何かが見えてしまったらうわって思うけど、何も見えなかったらまあ全然。ありがとうございます。何か見えたことあるの？もう大見えだよ本当に。最近声聞こえない。だからさ金縛りの時めっちゃ声聞こえてたけどさ、怖い話なんかな、分からん。これなんかさ分からんけど、何を見たの？なんか人が立ってるんですよ、なんか金縛り中はなんか本当に自分の枕元とかに人が立ってたりする。霊感全然強くない。だから金縛り限定で、でも今一個もないマジで。もうここ何ヶ月もなってません金縛り。なんでもう推し編、幽霊は推し編。まあ幽霊もね飽きとかありますよね。飽きたなみたいな。うん、なんか一時期あった。怖くないの？最初は怖かったんだけどね、なんかもう怖くなくなっちゃって、あんまり。うん、女の子に飽きるなんてありません一生押せ頼む。確かに女の子に飽きることなかったら大変だ。あの推しが増えてたら大変だ。命令系押せ、私のことを押せ、押してください。なんか幽霊もいなくなりました。心なしか、かあの心も明るくなりました。なんかあの金縛りなくなってから心も明るくなったんですよね。肩も軽くなった。もう肩もめっちゃ凝ってんだけど、軽くなったかどうか置いといて。なんかね今日ね聞いてよ、今日なんか STU に初めて整体師の人が来たんですよ。もうこんなの史上初快挙ですよ本当に。あのよくさなんかトレーナーさんみたいな、なんかこう48グループとかでさトレーナーさんとか AKB さんとかこういらっしゃったりして、こうなんか整体そうなんかしてくださったりするのとか、なんか握手会とかでもそういう光景見たことあるんですよ。なんかこううつ伏せとかでこうなんか整体師の方がなんかマッサージしてるのとか見たことがあって、そうで、そう今日なんと初めて、そうもうみんな
予約書きまくり、もう名前紙にあってもみんな名前書いて順番待ちで1人10分って決められてて、そうで行って、そうもうあのみんなバッキバキですって言ってました。本当になんかめっちゃ凝ってますって、肩もめっちゃ凝ってるらしい。整体師の人1名だけ、そうだからさ、その整体師さんはさマジでもうみんなひたすら10分間いろんなメンバーのそうケアをしながら、本当に今日一日中もうお世話になりました。整体師が来りそう、確かに。ありがとうございます。なんかふくらはぎがすっごい硬いですって言われて、それって悪い意味ですかって言ったら、はい悪い意味ですって言われて、なんかもうあの乳酸なんかあの疲労が溜まってるみたいな言われて、めっちゃカチカチみたいな。そうなんかでもまあいっぱい動くからね。ニューさんがあの星になってんだけどみんなあの漢字で書いたら星になるよ。ニューさん、ふくらはぎカチカチやで。あんまり伝わらんね。ありがとう。ニュースさん溜まってそうめっちゃバキバキ。はい、なんかイントネーションが違うって言われた。なんだ？お疲れ様、お疲れ様です。グイもありがとう。まあねこのねイントネーション問題はねもう本当に昔からねあれですからね、ありますからね。なんか私最近リアルでもなんか言われたんだよね。誰に言われたんだっけな、もう覚えてないや。なんかの会話の流れでなんか言われたんだけどな。なんか言われた、覚えてないけど。まいちゃんのイントネーションファンになってからたまに映るようになりました。それなんか悪い映りじゃないですかなんか私間違ってるらしいよいっぱい。だからそうそうみんなから教えられたりするもん。
口癖が映った。え、なん、私何の口癖、私の口癖なんですか、みんな言ってください。私あんまり分からん、自分でこういうの口癖やなみたいな、なんかわーとかかな、口癖わーみたいな、もう、え、もう、もう、え、言ってるかな、あん、怖いじゃん、そうかいね、え、そうかいね、言うかもしれん、そうかいね言うかな、言うかも、か、なんだとなんか、あ、なんかはね、言うね、割と、ふえん、ふえん、なんか、なんだかなんだか、ふえん、なんか、え、もうやばいじゃん、なんか、なんてこった、するなー、めっちゃってめっちゃ言う、めっちゃ言う、確かに、めっちゃってめっちゃ言います、うーん、なんかってでも便利な言葉だよね、寝るな寝るな、口癖寝るな、なんやろ、あ、なんやろ、よく言う、なんやろ、ネガティブワード、そうかい、あ、そうかいねあ、そうかいねって言っちゃった、いや、いやーなっちゃ、食べて、ありがとうございます、寝てたもよく聞く、うん、寝てるんですよ、確かに、そうかいねってめっちゃ言うわ、なんか会話の流れでパッて言っちゃう、え、そうかいねって方言じゃないよ多分、え、そうかいねは普通に言うよね、ノンよ、あ、言うわ、なん、ノンは、あ、でもこれはなんかね、なんで言ってしまうんやろ、言ってしまうな、方言だよって言われた、でもそんなどこの方言なんですか、愛媛分からん、もう意識したことない、そうだよねってこと、いや、そうなのかなみたいな意味かな、そうかいねって、そうなんかねみたいな、方言らしい、マイケルの配信毎晩見てるのに愛媛の言葉が一向に話せるようにならない、もう愛媛の方言ってなんかそんな、なんですか、なんかインパクト大みたいなやつあんまなくない、あるかいね、あるかいねって、なんちゃらかいねが多分口癖ないよね、なんちゃらかいねって、姫弁講座していいよ、ほんとね、そうだな、じゃあこれいいですかって言われたら、いい時はかまんよっていうかまんよ、いいよってことで、かまわないよをが方言になってかまんよって言います、これ食べていい、かまんよって、構わないよってことです、これもらってきた、もろた
ダメな時はダメダメな時なんていうか、わからん、ダメっていうかな。かまわんよも言う、かまんでとか、かまんかまんとか、全然いろんな、なんか活用がある。まるまるないよ、ないよは言わんのんかいね。また言ってしまった。ないよ言うよ、なんとかないよ。あのね、葵さんとは私方言多分似てると思います。あの場所も近いので、葵さんとはそう学校も一緒だったくらいなんで、そう場所も近いので方言がめっちゃ似てるんですよ。だからゆきりかはちょっと離れてるんですけど、その愛媛の中でも葵さんとはそう場所が近いから方言も似てる。で、あとありがとう。ゆきりかはね、いや愛媛の方言多分言うけど、葵さんの方がよりなんか言葉が似てるなってのは感じます。葵さんとは、まあ、近いですね。愛媛はね、結構言葉がね、そう場所によって違ったりするので。ゆきりかは地元を公表してない。そうなの？なんかそんなイメージあったけど、公表してないの？葵さんは公表してるんだよね。なんかしてるイメージあったわ。私がバラしてる。バラしてない。バラしてないよ。私は公表してるよ。してます、してます。私、バラしてないよ。なんでやねん。ファーストピッ、あ、そうそう、ファーストピッチの時に、そう、あの全然公表されたとかじゃなくて公表したんですよ。オッケーです。じゃあありがとうございます。なんかね、みんな触れてはいけない話題だみたいななってる時もあるかもしれないだよね。西予って呼ぶの、あ、そうそう、西予って呼ぶ。西予、たまに西予って、西予市って間違われる、よく。そう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 。
しいまではね、そうよ。ありがとう。せいやのおすすめスポットは、前もね、なんか X かなんか載せたんだけど、苔むしろってところがあるんですけど、マジで好き。苔むしろっていう苔だらけのところなんですけど、カフェがあって、そう、本当にマジで静かな空気の綺麗なところ、苔むしろって調べたら出てくる。もう本当に一面緑の苔みたいな。マイナスイオン、マイナスイオンいっぱい。コケコケしてます。足よしだよ。宇和島から近いかな、まあ、うん、遠くはないよ。車で行ったら割とすぐ。ゆっくり観光してみたいね。でも愛媛観光するってなったら車があった方がまあいいのかなとは思うんですけどね。皆さん運転免許は持ってますか？車とかなんかレンタカーとか借りたりした方が多分、自転車か、こうあれですね、季節によってはきついかもしれませんね。ちょっと「ペーパーだった」って。ああ「持ってるは持ってる」みたいな。バスは、いや、あるはあるよ。電車もあるけどね、まあなんか松山市から離れると結構まあ本数が少なかったりするからね。ありがとう。車、車がね便利ですね。まあ私は車の免許を持ってないんですけども。ありがとう。取りたい願望はまああるんですけどね。でも私なんか思う、絶対に運転できんと思うわ。絶対に無理です。なんか一人乗りの車とかだったらいけるかも。ほんとゴーカートみたいな。マイケルスピード出しそう。私ハンドルさ握ったらさ、あ、変わりそうな人だなって自分でも思います。なんかなんで本当に怖いです。自分でもめっちゃ思う。なんかそういうよく言うじゃないですか、人が変わるみたいな。いや、運転しながら怒ってそう。猫ありがとう。おや、おや、おやすむなー。
今日日曜日じゃん。みんな今気づいたよ私。出た。いやちょっとごめんって。大丈夫は考えなしさん、キッチーさん、マサさん、ボンちゃんさん、キャンパーさん、シーサーさん、アオさん、もとまちさん、ゆずきちさん、おっさんずさむさん、くもねパパさん、ふくちゃんまるさん、ビタミンさん、ありがとうございます。明日は月曜日です。皆さん明日も頑張りましょう。まあ時間は過ぎますよ。だんだん月曜日も終わっちゃいます。はい。明日も頑張りましょう。おやすみ、おやすみ。ゆっくり休んで。寝ましょう。おやー。